WS020SH はシャープが開発し、ウィルコム向けに供給される、携帯情報端末、PHS。通称ウィルコム03。2008年5月26日にウィルコムフォールムエキスポ2008で発表され、6月27日に発売された。W03 シリーズの後継と位置づけられ、アドバンスと W03S の後継機である。 全長が 19mm 小型化、ワンセグチューナーの追加、ブルートゥースの追加、液晶面のフラット化といった改良が加えられ、同期の特徴だったザクロルに代わって新たにイルミネーションキーが採用された。また、サイズダウンにより、標準のバッテリー容量が減少したため、通話時間及び待ち受け時間が短縮されたが、節電機能の強化により消耗が補われている。 2008年9月11日にはアカデミックパックが発売された。これは中学校以上の教育機関に所属する学生及び教職員に対してのみ販売される。11の辞書を収録したマイクロ SD カードが同梱されるほか、W、バリューセレクトを利用して購入する際の月額料金の割引額が増額されることで負担額が減り実質の値引きがされている。 ありがとうございます。